50から50達成、大谷翔平、なぜ盗塁急増世界の盗塁王、福本豊が楽に達成するでしょと語っていたわけは、から続く。貴重画像、純白ノースリーブ姿、が美しすぎる妻、真美子さん、黒のシースルードレスではセクシーな、肌見せ、お披露、妻と並んで思わず、はにかみ笑顔を見せる大谷翔平も可愛い、大谷夫妻の。 ラブラブツーショット写真をすべて見る。ドジャースの大谷翔平30が19日マイアミで行われたマーリンズ戦でメジャー史上初の50本塁打50盗塁を達成した。前人2到の挑戦を前に大谷にまつわる5つの日はに迫った週刊文春の記事を公開する初出週刊文春9月12日発売号年齢 肩書きは当時のまま。翔平は猛通訳なしに英語を完璧に話せるらしいね。あなたは彼が完璧に英語を話すところを見たことがある。そんな質問を受けたドジャース大谷翔平、30のチームメイトはおもむろに口を開くのだった。水原の事件後に密着取材記者が見た、ある進化。大谷は9月9日、自己最多に並ぶ46号ホームランを放ち、 前人未到の50本塁打 &50 盗塁、50の50にまた一歩近づいた。ここまでの道のりは決して順風満帆ではなかった。10年7億ドル、約 1, 1 5億円の超大型契約をして鳴り物入りでドジャースに移籍。ところが開幕直後、長年の相棒だった水原一平元通訳の事件が発覚した。 検察の訴状で大家の水原への依存が明らかになった英語が話せないため水原を頼りきり26億円もの大規模窃盗に気がつかなかったロサンゼルス・タイムズが「大谷大人になれ」と批判したこともあった現地記者それでもグラウンドでは歴史に残る活躍ぶり密着取材する記者はある進化を目撃していた チームメイトや球団スタッフと積極的にコミュニケーションを取るようになった。オールスターがあった7月以降、チームに溶け込み、後半戦は笑顔が非常に増えています。MLB 取材歴30年の笹田光二記者。大家の英語力についてチームメイトは、冒頭は7月18日に生配信された米ポッドキャスト、ファウルテリトリー、内でのこと。同僚のマックスマンシー内野手が、 大谷の英語力についてこう率直に語っていた。完璧な英語とは言い過ぎだけど、英語で話す努力はしていて良い会話ができている。たまに何て言ってるのと、理解できていないこともあるけど彼は一生懸命チームメイトと関わりを持とうとしている。また、大谷がよく使う英語のフレーズも明かした。打者ミーティングではいつもミドル、真ん中の球を、チョップダウン、叩きつける、という。